過激世は古典落語で情報落語の演目の一つ。この作品は小福亭割けの作と言われて、後世に改作などを繰り返し現在の形になったとされる三代目三遊亭窓バによって江戸落語にも伝えられた。京都で三本の指に入ると評判の目抜き師の貞次郎が失明した。医者にも手遅れだと諦められ、外見では 明るさを装っているが、実際は絶望の底にある、近所の旦那、ジ兵衛は、サダジロの才能を惜しみ、なんとか目が、再び見えるように、彼に神仏におすがりすることを勧める。実はその前に、サダジロは眼病に霊源洗ったかと伝わる、柳屋観音へ21日間の眼掛けに、行っていたのだ。ところが、万眼の日になって、 偶然隣で願門を唱えていた同じ失明者の娘と年頃となり、ついには、再戦銭箱をひっくり返して、山の下でその娘と飲んでいたら、目がうずいて、どうしようもなくなったので、寺まで戻って、臨機するなと怒って帰ってきたのだという、呆れた、ジンだが、もう一度心を込めて新人しろと言い、清水観音に100日でも、200日でもお参りするように、進めた。 清水寺はその昔、豪傑として、名高い、悪七兵衛過激清が、源頼朝の命を狙って失敗し、捕らえられた時、源氏の世は見られぬと、自らの目玉をくり抜き奉納したという伝説がある。それならば眼病とも無関係ではなかろうと説得され、年老いた母親のためにもと、心を入れ替えた貞次郎は、清水寺に日産するようになった。万願の百日目になった。 くしくも、観音校にあたる18日で賑わう中、いつもにも増して、熱心に願をかけるサダジロしかしいくらお願いしても、彼の目は一向に開かない。とうとう怒り出したサダジロ心配して、様子を見に来ていたジンベイにたしなめられるが、サダジロは、涙ながらに答える。母親が、万願の今日に合わせて、着物をこしらえてくれた。家で赤飯と酒の用意をして待ってくれている。 それなのに、やっぱり目が開かなかったと言って帰ってきたら、絶望で、母は、死んでしまうだろう。そうなったら、自分も首をくびらないと、しょうがない同情したジンベイは、今後も、母子の面倒一切を見てやるから、また明日から新人し直そうとなだめる。そして二人は、清水の石段を降りた。にわかに、空がかく曇り雨が降ってきた。たちまち車軸を流すような雨となり、稲妻がひらめき。 雷鳴がろく。雷嫌いの人兵衛は、たまらず、貞次郎も、ほったらかして逃げ帰ってしまった。そして、取り残された貞次郎に雷が落ち、貞次郎は失神する。雨が止み夜となって気がついた、貞次郎の背後で、全財という声がする。声の主は、なんと清水寺の柳津観世音。観音は、貞次郎の目は、前世の因縁があって治らぬが、 その代わりに過激世の奉納した目を貸し与えると告げて姿を消した。目が見えるようになり、喜ぶサダジロふと足元に目玉が二つ落ちていることに気がついた。これはまさしく宣告までの自分の目玉。これも大事にと思って帰ろうとすると、後ろで観音さんがサダジロ下取りの目は置いていけ。実際にはこの話には続きがある。過激夜の目を得たサダジロは、 目玉と共に、豪傑のせいまで入ってしまったと見えて、やたらに強くなる。大名行列に暴れ込み、歌舞伎の歌劇をよろしく名乗りを上げ、殿様の籠の前に立ちはだかって、見えを切ってしまった。殿様、そっちは、気でも違ったか、さだ郎、いや、目が違った上の英寺の、清水館の運動、ありがとうございます。